杉田営業所京浜急行バス杉田営業所は、京浜急行バスの路線のうち、磯子駅、上大岡駅、横浜駅を発着する路線を、主に所管する営業所。所在地は、神奈川県横浜市磯子区杉田この30の1。最寄りバス停留所は、杉田平和町営業所記号は Y。年月日までは、 京浜急行バスの分離時、会社横浜京急バス株式会社の配下に置かれていたが、同年4月1日付で、京浜急行バス本体に吸収合併されて、消滅会社となり、自社路線は京浜急行バスに復帰、受託路線は管理委託を解除された。過ぎた営業者の路線の期限は、横浜乗り合い自動車が1928年11月8日に、 営業を開始した横浜駅桜木町馬車道、長者町急ごすぎたである。横浜乗り合い自動車は、当時富士箱根自動車の社長であった山口昭三が資金を提供し、同年9月23日に創立された。路線免許は常任監査役の中山徳太郎が、会社創立以前に、個人名義で許可を得ていた。一時は富岡まで路線を延長して、 京浜急行バスの前身で横須賀市内を中心に路線を展開していた横須賀自動車と連絡を取り横浜市電及び横浜市 A バスと競争していた横浜市から何度か買収の交渉があったが成立せず1934年12月に横須賀自動車に買収され翌1935年10月に横須賀自動車へ合併された 横浜乗り合い自動車時代から杉田営業所が設置されており、横須賀自動車への合併後もそのまま存続した。その後、横須賀自動車は何度か合併を繰り返した末、湘南電気鉄道へ九州合併されたが、その間に所管路線の変更はなかった。ただし営業所名が杉田営業所から湘南電気自動車横浜営業所へ解消されている。 1941年11月に湘南電気鉄道は京浜電気鉄道に吸収合併された。翌1942年8月の東京急行電鉄成立後、1943年4月1日には、再び杉田営業所へと改称している。戦時中休止していた横浜駅、杉田線は1945年10月11日に、 沿線住民からの要望によって運行を再開した。しかした営業所の車両不足を補うため、1947年5月より短期間ではあったが横浜市へ路線の委託を行い、自動車給料を津市、三崎、絹笠、川崎の各営業所に転属させている。また、1946年5月5日には杉田、船越線が、 杉田営業所の所管で運行を再開した。1948年6月1日の大東急からの分離独立と同時に、杉田営業所は堀内営業所に統合されたため、杉田営業所は一旦消滅する。横須賀市から横浜市にかけての東京湾岸地域は、杉田営業所の廃止後は堀内営業所の営業エリアとなっていた。しかし堀内営業所は、 車庫が狭く、また営業エリアが広範囲であったため、復興に伴い所管路線が増えてくると運営が困難になってきた。そこで運行の効率化を図ることとなり、1952年12月1日付で旧杉田車庫が杉田総社場として復活した。その後1959年には白山道循環線が横浜市交通局より管されることになったのを受けて、 同年3月16日に営業所へと昇格し、再び、杉田営業所が設置された。この時の所管路線は、横浜駅堀内の横浜線を中心に、追浜営業所管轄で減存する、葉町線及び車庫の島、文庫線、農う台営業所管轄で減存する白山道、循環線、そして鎌倉営業所の八景線の一部便を、追浜駅まで運転した追浜鎌倉線の、 計5路線であった翌1960年、上大岡駅上大岡住宅線が運行を開始し、上大岡地区に初めて進出した。1963年には、同線の循環化と杉田への直通運転を開始し、1965年には南高校線も開通した。なお、同年10月1日に横浜営業所へと改称している。 その後も1966年に横浜駅追浜日産線、1967年に関内駅杉田平和町が開設されるが、この頃より道路状況が悪化し始めたため、長距離路線の分断などが行われた。1978年6月16日に追浜営業所が開設されると、横浜営業所は廃止され、追浜営業所杉田車庫となった。 新設された追浜営業所は拡大を続け、1987年には農見大社庫も開設される。これにより規模が追いつかなくなることが予想されたため、京急電鉄本社は過ぎた農見大量社庫を分離することにし、1990年再び横浜営業所が創設された。この当時は農見大社庫は横浜営業所配下に置かれていた。 2001年6月、分離市会社として、横浜京急バスが設立される。2003年、京浜急行バス株式会社が事業を開始する。この時、京急電鉄本社は、京浜急行バスの立ち位置について将来、東武鉄道が取ったような中間持ち株会社形式に移行することを視野に入れていた。すなわち京浜急行バスには路線を置かず。 京浜急行バスの傘下に分離し会社各社を置いて、全路線を移管しようと考えていたのである。横浜、農未来、追浜の三拠点は、横浜京急バスの廃下に置かれることになり、まず農建台を営業所に昇格させた上で、三営業所の路線を順次移管や管理委託の形で切り離していった。横浜京急バス廃下の三営業所に所属する、 路線の移管や管理委託はうまくいったものの、堀内営業所の一部路線とずし、絹笠、栗浜、三崎の4営業所は全路線が京浜急行バスに残ったままだった。加えて、横浜京急バス、湘南京急バスに採用された乗務員が推薦を受けて京浜急行バス本体に転籍する乗務員登用制度も設けられるなどしたため、完全移管には、 かなりの時間を要すると見られていた。2010年代後半に入ると、東京オリンピックパラリンピックや、法日外国人の急増によるバス需要の増加に伴う運転手不足や、複数の部門市会社が存在することによる管理部門の重複などの非効率が指摘されるようになる。こうして、京急本社は、京浜急行バス本体に残った一般路線の完全分離をもはや不可能と、 判断せざるを得なくなった。そして分離市会社に移管していた路線も、京浜急行バス本体に戻し、一体運営によるスケールメリットを追求するのが特策と判断。横浜京急バスは九州合併されることになった。2018年4月1日付で、横浜京急バスをはじめとする分離し会社3社は、京浜急行バス本体に合併され解散。 横浜系急バス杉田営業所の後継組織として杉田営業所が15年ぶりに創設された。同時に17年間続いた管理宅はすべて解除された。横浜線横浜の利合い自動車時代から続く歴史ある路線。横浜駅東口から国道16号をひたすら走る。2006年3月までは横浜市営バスと共同運行していたが、 横浜市交通局のバス再編に伴い市営バスが撤退したため、それ以降は、京浜急行バスが単独で運行している。かつては平日、土曜ダイヤと日曜、祝日ダイヤの日本体制になっていたが、2014年10月11日より、土曜ダイヤを設定した。2020年2月16日のダイヤ改正では、減便の実施とともに、 横浜駅東口磯子駅間運行便と横浜駅東口杉玉運行便が廃止された。校舎は末期は平日朝一本のみの運行であった。桜木町駅磯子車小前間で国道16号線を走行する区間では横浜市営バス113系統も並走する。上大岡線上大岡線は上大岡駅と森が丘。 塩見台団地方面を結ぶ通勤通学生活路線である。上に系統は森が丘循環と案内されており、上大岡駅から森が丘の住宅街を一回りして、上大岡駅に戻ってくる。上3系統は塩見台循環と案内されており、森が丘を出ると坂道の多い塩見台団地の中を走り、浜小学校前へ抜ける。浜小学校前からは、 上大岡駅までは、横浜市営、バス64系統と神奈川中央交通64系統、港64系統と同じルートを通る。浜小学校前駅は、最終2本のみ運転される。浜小学校前では便によって停車する、停留所が異なり、浜小学校前駅は、横浜交通開発バス70系統の、浜小学校前と同じ場所に停車する。 上後、ゴ、イソロク系統は、上大を課題からは、潮見台団地の中に入っていき、テニスコート前、ストア前を通り、イソゴ駅、杉田へ向かう生活路線であり、1から2時間に1から2本運行される。杉田発着便については、上後、ゴ、イソロクともにほぼ同一のルートで運行されるが、上後は、イソゴ駅を経由しない。2007年10月15日より、 上7系統の運行が開始された。1時間に1から3本の運行で、上大岡駅発最終便のみ、三能大小学校泊まりとなる。横浜市営バス64系統と同じルートを走行後笹堀へ向かうが、埼玉橋、越戸橋、向田橋の各停留所は通過する。笹堀から岡村、泉谷地区の住宅街の曲がりくねった道を通り、 三能台小学校前を出ると、上三系統のルートに合流し、上大岡駅へ行く。急カーブ、急な坂などが続くため、大型短弱車が使用される。上七系統は、小型バスが使用される。南高校線南高校線は、上大岡駅と南高校前との間を大久保町経由で結ぶ路線である。横浜市立南高校に通う学生などが多く、 利用するため、平日朝夕は特に混雑するが、境外路線であるため中型車が運用に入る。上大岡駅大久保長官は、道路事情により、往路と袋で、ルートが若干異なり、慰霊道入り口には往路のみ停車する。羽田空港大船、藤沢線近年空港リムジンバスが増えてきている。中で、1995年に開設された、パイオニア的路線である。 2005年3月まで東京都内の京浜島営業所担当であったが、鎌倉営業所に移管された。この路線の特徴は、大船駅近辺にある横須賀線田園踏切のガードに3.1メートルの車高制限があることで、ハイデッカーの車両が投入できず、標準床車で運行されている。2013年10月1日より、羽田空港大船駅、 鎌倉駅線の運行を開始。2021年4月16日より、鎌倉営業所から移管。磯子線1959年3月16日付で、堀内営業所から移管。1971年に、杉田井南が分割される。1978年の追浜営業所開設時に、追浜本所へ移管。鳥塚線年月日付で、 新設。追浜営業所の磯子線が国道16号の交通渋滞により慢性的に遅延していたため路線北側の過ぎた富岡周辺までの遅延対策として立ち上げられたものでルートは磯子線と全く同じ朝のみ数往復の運行だった横浜京急バス設立後は運行住宅となったが 横浜市営が磯子線から撤退する際に事実上の統合となり、横浜市営では路線移管という形で廃止されている。中距離高速バス2007年9月1日運行開始。当初は京急側を羽田営業所が担当していたが、2010年5月16日付で東営業所へ移管。2016年1月16日付で、 新小安営業所へ再移管された。大井浜鎌倉線鎌倉営業所の八景線をベースに金沢八景駅と大井浜駅の間を延長した路線。出入庫は磯子線の営業で行っていた。1978年の大井浜営業所新設に伴い廃止され、金沢八景駅までに短縮の上、鎌倉営業所の単独運行となる。 ポートサイド線ポートサイドとパシフィコ横浜を横浜駅東口、ピアリーナ MM 経由で運行する路線。京浜急行バスの一般路線としては唯一の港未来地区乗り入れ路線だった。主に小型車で運行されていた。運賃は横浜市内均一運賃で土日祝日、年末年始は運賃が100円となっていた。京急バスが実施している。 エリア限定のワンコイン運賃は、本来は、現金での支払いに限り適用されていたが、この路線では交通系、IC カードでもワンコイン運賃が適用された。港未来線の開業に加え、並行区間での横浜市営バスの路線拡充により、当路線の存在意義が失われたことから、2020年8月31日をもって廃止。これにより、 港未来地区を走る京急バス路線、及び横浜駅東口を経由地とする京急バス路線は姿を消した。総合庁舎線94系統廃止の案内廃止になった94系統のバス停、計算時前にで運賃表。運転手に目的地をいい料金を払う特殊な方式。平日土曜日のみ運行されていた富岡地区からの 金沢区役所へのアクセス路線。横浜市営バス、磯子営業所との共同運行であった。富岡バスターミナルを出たバスは、富岡地区を走行した後、京急本線に沿う国道16号線を進み、金沢区総合庁舎へと向かう。金沢区総合庁舎発便は寺前を経由して運行される。金沢区内への乗り入れと待機路線運賃の適用は、 過ぎた営業所では本路線のみとなっていた。起点から終点まで同営業所が運行する他の路線と交わることがない。深夜急行バス平日の深夜のみ運行。新型コロナウイルス感染症の影響により、沿線住民の生活スタイルが激変したため、2020年4月7日より運休となり、そのまま同年6月30日限りで廃止された。 日のレインボー2021年3月時点で運用中、杉田営業所唯一のエアロスター2代目イスズエルがリムジンバスリムジンバスメーカー選択は2000年代以前は追浜営業所とほぼ同様で日産ディーゼル工業とイスズ自動車を中心に配置されてきた。日産ディーゼル車は沿線に日産自動車追浜工場が立地するという事情により 追浜営業所や農美台営業所とともに、比較的後年まで配置が続けられてきた。沿道に共愛路線や坂道が多いことから、京浜急行バスグループの中で最も9メートル、大型車や中型車の比率が高い営業所である。大型車の日産ディーゼルスペースランナー RA、9メートル、大型車の日産ディーゼル RP が活躍してきたが、経年配車や転出により配置がなくなった。 南高校線では、中型車が、上大河線では9メートル大型車が使用される。片側に車線の国道16号を走る、横浜線においても、本数が多いにもかかわらず大型車以外に、中型長弱車、稀に中型車が投入される。当営業所に納車される車は、地元横浜市の補助金交付を受けられることから、2000年代以降は、原則として、 ノンステップバスが投入されるようになり、比率が高まった。2000年代に、全社的に、車種選択が見直された結果、横浜京急バス向けの一般路線車で、日野自動車からの納車が一時的に増えた。中型長弱ノンステップバスのレインボー HR が多く投入され、さらに2007年には、上7系統を新設に伴い、小型ノンステップバスのポンチョが納車された。 このポンチョは側面に LED 式の大型行き先表示機が装備されているが、これは横浜市交通局に投入された車両と並び、全国初のものである。2010年には横浜市の補助金を受けて、ブルーリボン式ハイブリッドを導入。横浜、東、大木島、浮島専用に、ゼレガも納車された。三菱不走トラックバスからの納車は少数だが、 特殊な存在であり目立つ。ポートサイド戦線用車として7メートル級のエアロミリ、ME が在籍していたが、2017年に廃車となった。他にも、横浜、東、大木島、浮島戦線用のエアロスター4台がおり、これが特定輸送用として都内に転出した後、エアロエースが大体投入された。2011年には、 エアロスターノンステップが1台だけ納車されたこともあった。2013年にはイスズエルガハイブリッドが1台導入され、110系統を中心に運用されている。2016年からは2代目イスズエルガの導入が始まった。一般車とリムジンバスが約半々の在籍である。ありがとうございます。